高橋先生ご紹介ありがとうございます。スライド見えてますでしょうか？大丈夫です。はい、ええー、と湖南大学先端生命工学研究所ファイバーの立石です。よろしくお願いします。え、私は疾患に関わる拡散構造を解析して、そのやあの役割を調べる研究をしておりますえ、本日はえこのようなあの、たくさんの方が同時に聞いていただけるようなあのケミストリー。 にお招ききいいたただきまましして感謝いたします私はこの今回の企画していただいた CSJ カレントレビューでは第1章フロントランナーに聞くというところでこの座談会私の研究などを含めて令和の時代も進化を続ける拡散科学としてお話しさせていただいております。 えー、このような機会を与えてくれて、あの、くださいました CSJ カレントレビューの科学同人様あ、並びに編集員の先生方に、えー、感謝申し上げます。さて、それでは私の研究内容を紹介させていただきます。えー、こちらには2つの絵を示しています。えー、こちらは細胞への環境の図。えー、で、もう一つは一般的に性化学実験が行われるような希薄な溶液を示しています。 一般的な生化学実験が行われるような溶液では、溶液の中に100ミリモーラー程度の NACL ですとか、塩が含まれるような、とても希薄な溶液です。溶液の中で生化学実験というのは一般的に行われています。しかしながら、この細胞内環境をご覧ください。細胞の中の環境は、この核やさまざまなオルガネラがたくさんございます。でさらに、この間を埋めるように、タンパク質がたくさんございます。 そしてこのようなタンパク質や細胞の中のオルガネラによって細胞の中はとても混み合った分子クラウディング環境にあります。私が所属する興南大学のセンター生命工学研究所ファイバーではこのような分子クラウディングが細胞の中で核酸の構造や機能に及ぼす影響というのを解析しております。 このような分子クラウディング環境を試験管内で再現するために私たちは共存溶質をこの希薄な溶液の中に添加して分子クラウディング環境を構築しております。こちらには私の実験室の試薬庫の中の主役をそれぞれ。 の写真を撮ってきたものを示しておりますけれども、エチレングリコールですとか、グリセロール、ポリチェーニングリコール、またはトウリなどを、えー、溶液中に加えまして細胞の中、細胞の中の分子クラウディング環境を模倣しております、えー。興味深いことに、このように構築された分子クラウディング環境下では、核酸の構造や安定性というのが大きく、えー、変化いたします、えー。一例を示しますと、核、え、酸、ー、の標準的な構造である二重らせん構造は、 分子クラウディング環境下で不安定化し、30螺旋構造、40螺旋構造、十字型構造などの非二重螺旋構造といわれる構造は安定化するということが分かってまいりました。このような知見をもとに、私たちは DNA または RNM ですけれども、この非二重螺旋構造というのが細胞の中で非常に重要な役割を担っているのではないかと考えまして、その役割を解明すべく研究をしております。 時間の都合上、詳細は割愛いたしますが、分子クラウディングが拡散構造に及ぼす効果については、カレントレビューの第2章にまとめておりますので、こちらをご参照いただければと思います。はい、そこで、このような分子クラウディングというのが、細胞の拡散の構造の安定性において非常に重要であるということは分かってきたのですが、さらにもう一つ、重要な因子を私たちは注目しておりますそれが細胞の中の中イオンでございます。 細胞にはイオンチャネルといいまして、細胞の中のイオンの環境をコントロールしているようなタンパク質がございます。このイオンチャネルといいのは、近年多くの疾患に関わっているということが分かってまいりました。またさらに拡散構造は骨格に不電化を有しております。ですので、拡散はカチオンと非常に相性よくインタラクションいたします。 私たちはこのような核酸と価値の相互作用というのが生命現象において重要な役割を担っているのではないかと考えましたそこで本日は私,が特に注力私たちが特に注力している3つの研究トピックについて紹介させていただきますまず1つは拡散周辺のイオン環境がどのように拡散の構造や安定性を変化させるかということそしてそれらの知見をもとに例えばが における細胞内のイオン環境いやまた神経変性疾患に関わるような細胞内環境ではどのように拡散構造が変化して生命の機能というのを調整しているのかということについて紹介させていただければと思います。まず拡散周辺のイオンが拡散構造に及ぼす影響について紹介いたします。 私たちはまず細胞の中にたくさん含まれておりますコリンイオンに注目いたしました。コリンイオンは細胞の中の代謝産物として、まあ、そのコリンイオン自身や誘導体というのがたくさん含まれております。さらに膜の主成分であったり、ナノテクノロジー分野においても使われているようなリン酸に水素コリンなどにもコリンが含まれております。そ,そこでまずこのコリンイオンが核酸構造に及ぼす影響を解析することにいたしました。 こちらは、えー、研究対象にした DNA の配列を示しています。DNA 二重差の中の a k a a k i 2と g c 塩基 i の塩基対の、えー、含有比を変えた DNA 二重螺旋構造と三重螺旋構造、2種類の四重螺旋構造を設計いたしました。まず DNA 二重螺旋構造に及ぶコリンオンの効果を解析いたしました。DNA 二重螺旋構造の安定性は、えー、紫外線下肢分光高度計によって 比較的簡単に解析することができます。DNA の二重螺旋構造は260ナノメートルの急高度が二重螺旋構造を組んでいるときは低く、熱をかけていってその構造を乖離させると急高度が上がるという特性がございます。そのため DNA 二重,二重螺旋が一本差に乖離する強度はこのようなシグモイドのカーブを描きます。このシグモイドのカーブの中点を融解温度といたしまして、こちらが その構造の安定性の指標となります。二重螺旋の中、十塩基水の中に AT 塩基水が5個含まれるとき、この二重差の安定性は TM が45.3度となります。この状態は標準的な水溶液の環境化です。AT 塩基水の数が二重差の中に6個、7個、8個、9個、 10個と増加するに伴って TM の値は低下いたします。このことは AT 塩基対は水素結合が2つ、GC 塩基対は水素結合を3つ持っておりますので、この塩基対の安定性に由来するものであると考えられます。一方でコリンを含む溶液中では DNA 二重らせん構造の中の AT 塩基対の数が6、7、8、9、9、9 10と増加するに伴って TM の値が増大することが分かりました。えつまり溶液のイオンのえ、溶液に含まれるイオンの種類が異なるだけで核酸塩基対の安定性が大きく変化するということが分かりました。えそこで DNA の二重らせん構造以外の構造に関してもコリンイオンの効果を解析いたしました。えそういたしますと、構造に特異的な安定性の変化というのが見られました。このような変化が どのようにして起きているのかというのを調べるために分子動力学計算を行いました。コリンイオンが特に安定化した AT 塩基対が含まれる二重差三重らせんイモチーフに対してコリンイオンの結合を解析いたしました。そういたしますとコリンイオンというのは DNA 二重差三重差アイモチーフの,この構造の、えー、が持っているグルーブ溝の部分に強く結合することが分かりました。このようなイオン と拡散の特異異的的な結合というのが、えー、特異的に対象の拡散構造を安定化しているる原因であると考えられますそこで、えー、私たちはではこのようなイオンと拡散の相互作用が実際の疾患の細胞内でどのような役割を担っているんだろうかということを考えましたまずがんの進行に伴って細胞の中の科学的な環境というのは大きく変化いたします こちらでは正常細胞が初期がんになって悪性がんになる状態を示しておりますがこのような細胞の中の悪性度の進行の度合いに伴って例えばカリウムイオンを外に排出するような KCNH1 というチャ,ンネルがチャンネルが多量発現するということが知られておりますそのため正常細胞から悪性がんに進行すると細胞内のカリウム濃度というのは変化しているのではないかと考えられます そしてさらに興味深いことに DNA40 螺旋構造が構造を安定化させるためにはカリウムイオンとの結合というのが必須となります。そのため40螺旋構造というのは正常細胞や悪性がん細胞の中でその形を変えているのではないかと考えました。 このような40螺旋構造というのは、がんを活性化させるような、がん遺伝子上に多く含まれるという報告がございます。そこで私たちは、がん遺伝子からタンパク質ができる最も上流の過程である転写の過程に注目いたしました。転写の過程では、RNA ポリメラーゼが、ポリメラーゼ結合サイトに結合しまして、DNA の塩基配列をこのように呼び込みながら RNA を生産いたします。この場合、 40螺旋構造が形成されると転写はどのように接動を受けるのかということについて次に解析いたしました。今回のターゲットの遺伝子としてシンミック遺伝子を選択いたしました。シンミック遺伝子はがん細胞の中で活性化される一般的な遺伝子です。このがん遺伝子の中で、がん遺伝子上での40螺旋構造を形成可能な配列を検索いたしまして 20個見つかりましたので、その中から4つピックアップいたしました。そして、この4つの40螺旋構造について、詳細な構造解析をいたしました。c スペクトルを測定した結果、この G リッチ、グアニンに富んだ40配列というのは、パラレル型の40螺旋構造を形成することが分かりました。そして、これらの誘拐挙動を測定いたしますと、D2、D4 という40螺旋。 を組む配列につきましては構造が非常に安定であるため TM が解析できないほど非常に安定な構造を組むということも分かりましたそこでこれらの4種類のオリゴヌクレオチドを転写の異、e、型配列に導入いたしましたまたコントロール実験といたしましてあの40螺線構造を形成しないような配列も準備いたしました これらの配列をプラスミド DNA に導入いたしまして、トランスペクション後24時間インキュベートしました。その後、転写産物の RNA を生産しまして、定量リアルタイム PCR にて RNA の生産量を解析いたしました。その結果をお示しいたします。こちらは正常細胞内における転写効率を縦軸に、横軸にそれぞれの配列を示したものです。リニア 40螺旋構造を形成しない配列と D1、D4 の40螺旋を含む配列上では、リニアとこれらの転写効率ではそれほど差はありません。一方で、非常に安定な40螺旋構造を含むような配列から転写された産物は非常に転写効率が低いことが分かりました。これは40螺旋構造によって転写が阻害されていると考えられます。一方で、この正常細胞をラス水電子によって悪性化させた 細胞内では四次らせん構造を含む転写 E 型から転写された転写産物量が増大することが分かりましたさらにこのような転写量の変化というのは初期がんの細胞や悪性度の高いがん細胞ともに乳がん細胞ですがそれらでも見られるということが分かりました故に 40螺旋構造を含む胃型から転写される転写量というのは、がんの進行に伴って変化するということが分かりました。そこで、細胞の中の内在性の40螺旋構造をモニタリングすることにいたしました。こちらは初期がん細胞内において、40螺旋構造を BG4 という抗体にて可視化したものです。この緑の部分が40螺旋構造です。で青が核。 を示しておりまして、核内にも細胞質にも40螺旋構造があるのがわかります一方で次に、悪性度の高い乳がん細胞内での40螺旋構造をお見せいたしますそういたしますと、このようにこの緑色の粒の包裁が激減することがわかりましたつまり、初期癌から悪性度の高いがん細胞になると40螺旋構造が乖離しているまたは、抗体がつかないほど不安定になっているということが示唆されます これらを定量的に解析いたしますと約4分の1程度まで40螺旋構造が乖離していることが分かりました。悪性度の高い細胞では乖離していることが分かりました。これらの知見をもとに私たちは悪性がん細胞におけるがん遺伝子の活性化機構について次のように提案いたしました。正常細胞および初期がんの細胞の中では40螺旋構造が非常に安定 に形成されておりますそのためポリメラーゼは四十ら螺旋構造をか離できず転移者が阻害されております一方で悪性度の高いがん細胞では四十ら螺旋構造が非常に不安定またはか離しているためポリメラーゼが四十ら螺旋構造を乗り越えることができますその,そのため転写量が増大するということが分かりましたつまり四十ら螺旋構造は細胞の中で中において 細胞ががん化し悪性化するという環境の変化を感知して自発的に転写量を変化させている可能性がございます。このような40螺旋構造の新しい機能といいますのは今回がん細胞でお示しいたしましたけれどもその他の疾患に関しても同じような機構があるのではないかと我々は考えて研究を遂行しております。と申しますのはそれぞれの病気によっていろいろな イオンチャネルというのが関与しておりますまたさらに DNARNA の構造によってどのイオンと相性をよく安定化するまたは不安定化するというのも異なってまいります私たちはこのように拡散構造が細胞内の環境に応答して変化し遺伝子発現などの重要な生命現象を調整しているのではないかと考えておりますその一例としまして神経変性疾患内における RNA 業種に関わる 分子環境の効果にについいてても最後に紹介させていただきます神経変性疾患の原因につきましては、神経変性疾患の遺伝子から生産されるペプチロタンパク質が異常に凝集して、こちらが細胞毒を示すということが知られております。しかしながら近年の遺伝子解析の結果から、このような神経変性疾患に関わる遺伝子というのは、長いリピート領域、繰り返し配列が存在することが分かってまいりました。 そしてこのようなリピート配列というものが転写された RNA というのが、それ自身でゲル状、相部に起こして集積するということが分かっております。でこのような集積体というのは、ペプチドと相互作用して、また細胞毒に関わっている可能性もございますし、この RNA 自身も何かこの細胞毒性に影響を及ぼしている可能性がございますが、どのようにして細胞の中で形成されているかという詳しい分析機構というのは分かっておりませんでした。 そこで私たちは、えー、RNA の構造や周辺の環境がこの RNA の総分離特に今回は RNA 集積について注目しておりますけれどもそれに及ぼす影響について解析を行いました。 はい。こちらには神経変性疾患に関わる RNA の配列、そしてそれが関連する疾患、それが関連する生産されるタンパク質などをまとめたものを示しています。時間の都合上、詳細は省略いたしますけれども、今回は拡散の構造が RNA の集積に及ぼす影響を解析するために、 それぞれのリピート配列で40螺線を形成するものと、エアピン構造を形成するものをピックアップして、研究対象といたしました。まず、私たちは、これらのリピート配列を転写いたしまして、その RNA 自身がどのように集積するかというのを解析いたしました。 解析には、四0螺旋構造やヘアピン構造のミスマッチ部位に結合して傾向を発する THT という、チオフラビン TTHT という傾向分子を用いました。こちらの上段が軽薄な溶液中、下段が分子クラウディング環境下での RNA の集積を示しております。このランダムというのは、リニアな配列のことでして、特に何も構造を組まないような RNA です。 こちらの場合は分子クラウディングの有無にかかわらず目立った集積は見られません一方でヘアピン構造に関してはクラウディング分子を添加するにこってやや RNA の集積が促進されることが分かりましたでさらに注目すべきは40螺旋構造に関してはクラウディング環境下で顕著に RNA の集積が見られましたそこでこの40螺旋に注目いたしましてこの機構というのを解析することにいたしました そのために細胞の中の分子環境を模倣あの分子環境が RNA の構造に及ぼす影響を解析するために分子量や構造の異なるそれぞれの クラウディング分子を準備いたしました。でこのような環境下において RNN 集積を、まあ、溶液の剥濁具合、またはここちらはこの集積の速度に、えー、起因する、えー、パラメータですが、それによってプロットいたしますと、それぞれ、えー、の共存溶質に,に応じた、えー、変化というのが見られました。でこの原因を探るために共存溶質の物性を解析いたしまして、えー、例えばこの、えー、分子クラウディング剤の構造の、えー、サイズ 排除体積効果に依存するようなパラメーターと、溶液の分子同士の拡散速度を知る指標になる溶液の粘度対象分子の水和状態の変化にを知れるような水の活量、また40ら線自身の安定性、細胞の中の静電的相互作用の指標になるような誘電率をプロあの,、はい、のデータを収集いたしまして、これらのデータというのを 集積度合いを縦軸に、横軸にこれらのパラメータをプロットいたしました。そういたしますと、この3つに関してはそう考えられませんでした。一方で、4次螺旋構造の安定性および有電率に関しては、これら4次螺旋構造および有電率が低下、4次螺旋構造が安定化し、優電率が低下するほど RNA の集積が起きるということが分かりました。 油電率が低下いたしますと RNA の構造が、4次螺線構造が安定化するという知見がございますので、おそらく油電率が低下して、静電的な相互作用が増強され、RNA 構造が安定化されたことによって、RNA の集積が促進されたと考えられます。はい、以上で、本講演の結果をまとめます。 私たちの研究によって拡散の構造安定性はイオンとの特異的な結合で大きく変化することが分かりました。さらに、がんの悪性化に伴うイオン環境の変化や、神経変性疾患細胞内での分子クラウディング状態というのが RNA の構造や DNA、異形の構造を変化させて、それぞれの疾患に関与しているということが分かりました。これらの知見をもとに、私たちは、このがん活性化や細胞毒性の原因となるような r n a 集積を科学的に制御するようなガイドラインを得るための知見を収集できたと考えられております。今後は、これらをもとに、これらの機号を制御するような研究を行ってまいります。 はい、ちょっと早足になってしまいましたので、最後のこの神経変性疾患やがんのところに関しては、CSJ カレントレビューの14章のところにまとめておりますので、ご参照いただければと思います。また、今後の私どもの研究展開に関しましては、同じく科学同人様から発刊されております雑誌の科学、来年の新集合で紹介しておりますので、こちらも参照いただければと思います。 最後に私のこの研究は、江南大学センター生命工学研究所の研究所の先生方、メンバーと一緒に行いました。特に所長の杉本先生をはじめまして、ファイバーの先生方、この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。以上です。先生、ご講演ありがとうございました。では、質問コーナーに移りたいと思います。モデレーターの皆さん、いかがでしょうか。 はい、立石先生、ご講演ありがとうございました。はい、質問させていただきます、えっと。コリンイオンの存在下では AT 塩基対が多いほど安定性が増すということは、はい、AT 塩基対が多いほどコリンイオンがグルーブに結合しやすいのでしょうかそれはどういったメカニズムなのでしょうかという質問が来ています。よろしくお願いします。あ,はい、ありがとうございますちょっと今回詳細なあの シミュレーションの結果、ちょっとお示しできなかったんですけれども、AT 塩基対が連続することによって、少しグルーブが、二重らせんのグルーブが,が狭まるとい,う、えー、という現象が起きます。その部分にうまくコリンオンがフィットするということが分かっております。また、えー、とマイナーグループ側に、えー、突出しております AT 塩基対の、えー、可能基とあのコリンオンが非常に親和性が高いので、えー、AT 音が 塩基対を認識ししてて結合していますですので、A、塩基対がたくさんあればあるほどコリンオントの親和性が高くなるので構造が安定化するということです。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと関連して気になったんですけど、はい、G4 は不安定化するということだったんですけど、はい、G4 のトポロジーによってこう安定性の度合いが変わったりとかっていうことはあるんでしょうか えっとですね、もちろんトポロジーによって多少変化はいたしますけれども、えー、っとどちらかというとグアニン塩基一本差のグアニン塩基とコリンオンが非常に相性がいいのでトポロジーによる安定性というより変化というよりも G カルテットの形成とコリンオンとグアニンの,あの相互作用が競合して不安定化するという,ようイメージだと思いいままますすわかりりりした、ああががととううごござざいます。 続いていかがでしょうか。はい、えっ、ー、と、それでは、えっ、ー、と、佐藤から質問を読ませていただきます。はいまあ、あの、先生、先生、先ほど悪性度が高まるほど、えー、40四十らせん構造が不安定。化していくということについて、まあ、ご講演いただいたんですけれども。まあ、よりちょっと詳しくと言いますか、まあ。あの、どんなイオンが関係しているかとか、あと、まあ、低反応の影響などはないかといった、そういった質問が来ております。はい。 ありがとうございます。あの非常に重要な質問でありがとうございます。と、私が今回解析したのは乳がんの、えー、細胞えー、セルラインあく、あの癌の悪性度の違う、えー、ものを使っています。この中では、この kc21 というカリウムイオンを排出するような、えー、イオンチャネルがあの悪性度が高くなるほど。 多く発言しておりますですので、おそらくカリウムイオンの排出がアクセ度が高いほど促進されていると考えられます。でこのビト t の実験ですが、えっと、カリウムイオンの濃度変化と、えー、この転写量の増大っていうのが相関がありますので、おそらく、えー、この乳がんのセルラインに関しては、カリウムイオンの濃度変化っていうのが転写活性に重要な役割を担っているのではないかと考えております。 やはりカリウムイオンがあるほど40螺旋があの安定化するというところとも、まあ、一致しているというとあはい、おっしゃる通とですあ。ありがとうございます。ありがとうございます。続いていかがですかピックアップさせていただきます、えっと。細胞内環境を狙って変化させることで DNA や RNA のコンフォメーションを変えることも可能なのでしょうかカリウムイオンによって40螺旋構造が安定化するという。 報告があったと思いますが、正常細胞とがん細胞のカリウムイオンの濃度差はどれくらいあるのでしょうか、よろしくお願いいたしますはい、えーと、一番最後の正常細胞とがん細胞の濃度差、えー、カリウムイオンの濃度差ですけれども、えー、それはちょっと私の実験では詳しく、測定はできていません。で、文献によっては、えーとですね、150ミリモーラー程度のカリウムが半分3分の2程度まで下がっているというような報告はあります。 でカリウムプロに、えー、センシティブな、えー、ケミカルプローブを使いますと、あのー、カリウムイオンのが低下しているようなシグナルは見えるんですけれども私の感覚ではそんなに変化してないんじゃないかなと思いますですけれどももしかするとその細胞の中ではその微妙な変化っていうのも43にとってはあの重要なあの変化のファクターかもしれないですであとは、えー、と前半の質問は何でしたか、ね あ細胞内の環境を狙って変化させることによって、はい、DNA や RNA のコンフォメーションを変えることも可能なのでしょうか<あ>という質問です。はい、ありがとうございます。実にあのまさにそういうのをあのやってみたいと思っておりまして、例えば今ですと、カリウム、今の実験に関連いたしますと、 えっとカリウムイオンが低下することによって、四十らせん構造がまあ不安定化するので。実際次四十らせん構造を安定化させるような、え小分子ですとか、そういうものを。あの、添加することによって、四十らせん構造をリカバーして。あの転写層を阻害するような研究というのをやっていきたいなと思っております。非常に興味深い研究だと感じました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっと時間ありますので、もう一つ二ついかがですか。 えっと、では質問をピックさせていただきます。RNA が集積することによって、どのぐらいの粒子のサイズのものが形成されているのでしょうか、ある程度均一なのか、いろんなサイズ分布があるのかというような質問が来ています。よろししくお願いいまますす、はい、ありががとうございます、えっと、私が今 使っている系ですすとかなりりのサイズ分布がありますでビトロの実験とちょっと細胞の実験はあの今回見せれなかったんですけれどもどちらとも全く均一ではないと思います。と言いますのはあの一般的にこの総分離っていうのは RNA が一旦ゲル化するような感じのイメージが多いんですけれども今回私が使っている4次螺旋構造っていうのは非常にこう凝集することで電感密度が高くなるので。 駅,駅総分離というよりも駅から個体まで行ってしまうので、えー、周辺環境に応じてサイズっていうのは大きく変わります。はい、でクラウディング状態が濃くなるとこのサイズの流形が大きくなるような傾向にはあります。がうういもう少しいかがでしょうかでょ はい、ええー、と。それでは質問をピックアップさせていただきました。あの拡散の長さとですね。あの分子クラウディングの影響というところに関して質問が来ています。か拡散の長さとまあ、相性のいい分子クラウディング環境といいますか。かま e、あ、g とかいろんな長さをされていると思うんです。けれども、もまあ、そういったところになんか治験などはございますでしょうか？はい、えーと拡散の長さというのは？か今私たちが今メインで使っているのは短い拡散です。ですので、えっ、ー、と。 クラウディング分子のサイズによる効果っていうのは比較的受けにくいものですですのでどちらかというと小さい酵素粒ートとかそういうものを共存因素を添加した時に溶液の物性が大きく変わりますので油田率ですとか水の活量が低下した状態でそのような物理的なその物理化学的な環境の違いっていうのが相互作用その拡散自身の,の相互作用変化っていうのを見れるような 状態になっていますで,ですけれどもこう長いものですと、えー、それ自身のこのサイズもありますので大きなクラウディング分子による排除対策効果のような効果っていうのもあの見られるようになってきますですので、まあ、そのまずコー層リュートの自身のまあサイズですとかあと高層リュートの,その物性によってその相性のいいものっていうのはだんだん変わってきます。はい、うん <あ>あ<の>分かりました。はい、ありがとうございます。カレントレビューの2章をご参照いただければと思います。<あ>はい、認証させていただきます。じゃあ、最後、1つ質問をお願いします、はい。それではもう1つ質問をピックアップさせていただきます。40螺旋構造はどういった円形配列の部分にできやすいというのがあるのでしょうかという質問が届いています。よろしくお願いします。はい えとスライドのところに、その40らせん構造を検索するそのアルゴリズムを見せてたんですけれども、ちょっと詳しく紹介しておりませんでした、すみません、えーと、グアニンですね、G が、えー、3つ以上続いているところが、えー、G、G、G、で、そのループのなるものが、X、まあ、X、X というのが、えー、この G が3つ以上のところが4個以上つな、えー、がっていると、一般的に形成しやすいと言われています。 ですけれどもちょっと私たちの研究で最近、この少し不安定な40差 G2 つのものでもはまた違うような転写変異を起こすということが分かっているのであの、まあ、グアニンに富んだもの、まあ、2個以上のものっていうのが非常に面白いんじゃないかなと思っていますわかりました。ありがとうございいましたはい ありがとうございますまだまだ質問があるんですけどちょっと時間が来ましたのでここで立井先生のご講演を終わらせていただきたいと思います立井先生どうもありがとうございましたありがとうございました